はい、おはようございます。炭酸生態のアンジェです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日もですね、炭酸生態の効果実証済みのコンテンツをあなたに提供していきたいと思います。はい、今日はですね、また立ちながら動画配信していきたいと思うんですけども、今回のテーマはじゃじゃん、捻挫した時に注意する他の部位とはっていうお話ですね。これをしていきたいと思います。よくですね、僕の動画でですね、捻挫した時の対処方法とか、一瞬で捻挫を改善する方法っていう動画がですね、かなり皆さんからコメントいただいて本当にありがとうございます。コメントもですね、きっちり返していってるんですけども、やはり捻挫してる方、捻挫する方っていうかですね、多いですよね。これはもうスポーツしてたらしょうがないと思うんですけども、その時にですね、僕は捻挫したら、当然足首であったり、その足首に付随する他の筋肉も注意しないといけないっていうお話をしてるんですけども、実際ですね、この捻挫した後に落ち着いてくる、もしくは捻挫して痛みが出た時にかばうっていう行為をしてしまうじゃないですか。例えば左足捻挫したら、右の足に体重を 70% かけて、 30% は左足にちょっとこんな歩き方ですね、こんな歩き方っていうような形でですね、なるべくなら体重をかけないようにしていきたいっていうか、自然になっちゃうわけなんですよ。でもそこでですね、注意していかないといけないのが他の部位ですね。他の部位に負担がかかるっていうことは、そこに痛みがまた出ちゃうっていうことなんですよ。これはですね、例えば左膝の捻挫であれば、どっちにも体重かけられたかけたかと考えると、やっぱり左の足首に体重かけたくないっていう頭があったら、次右に体重乗るからこう右が下がりますよね。この時にあなたが今想像してほしいんですけど、どこに体重が一番かかってるかってことなんですよ。これですね、一回やってほしいと思うんですけど、このまま軽く膝を曲げてもらうと、もう犯人が見つかるんですね。はい、膝なんですよ。足首の捻挫した反対の膝っていうところがですね、次痛みを気をつけないといけないところなんですね。これをですね、僕この自分の施術でもケアするときにすごい注意してます。っていうのはですね、皆さんバーンと怪我したところだけフォーカスしてですね、治療をしたりとか、回復するためにいろんなケアをするんですけども、僕はそれだけじゃなくて、次その回復した後の状態ですね、その状態まで見ていかないと、その方はいざ捻挫が治ったとしても、次違う怪我で故障するっていう場合があるんですね。よく野球選手でもやるじゃないですか。肉離れして結局また故障者リスト入ったりとか、肘痛めたらまた違う脇腹の肉離れとかですね、もう訳の分からない状態になっちゃうわけですね。それって何かというと、そこの一つの原因しか改善してないからなんですね。全体を見てですね、やっていかないと、他にその痛みが出ちゃうことがあるんで、あなたもですね、もし捻挫しました、捻挫を治したい、でも捻挫が治ってきたっていう時にはですね、他の部位にですね、痛みが体重乗ったりとか、他の体勢が崩れたりとか、他のところに歪みが出てる可能性が非常に高いです。なので捻挫しても2週間3週間とか長引いた場合は、その分他の部位に負担がかかってる時間が長くなってるんで、そこのところ注意してほしいと思います。今回はですね、その足首の捻挫、左足首の捻挫した場合、右膝に注意してくださいっていうお話です。そういう施術受けたりとか、近所の整骨院行ったりとか、病院行ったりしてもですね、足首だけじゃなくて反対側の膝も一回ケアしてもらってみてください。はい、こんな感じですね。今日は捻挫した時にですね、注意する他の部位のお話をさせてもらいました。またですね、次回お会いしましょう。さよなら。はい、今日はですね、最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。今回の動画がですね、良かったなとか、ためになったと思っていただいたら、いいねのボタンをよろしくお願いします。またですね、有益な情報をどんどん配信していきますので、こちらの方にボタンを用意しておきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。またですね、次回お会いしましょう。さよなら。じゃんじゃん。